どうも、トロンボーンコーチ鈴木です。この動画では跳躍のコツということについてお伝えしていきたいと思います。跳躍ってまず何かっていうと、この図にも書いたんですけれども、このように低い音から高い音に行くときにその差がすごく離れているときですね。これをよく跳躍とか言って、トロンボーンで曲を吹いていてですね、たまに出てくるんですけれども、普通に吹くとなかなか上にうまく上がれなくてずっとこうもがいてしまうっていうのがあると思うんですね。で、今回この動画ではこの跳躍をどうやって吹いていったら、そしてまた練習していったらうまくできるのかということのポイントについてですね、ご紹介していきたいと思います。この跳躍を吹く時のポイントなんですけれども、ポイントとしては跳び箱を思い出してほしいんですね。この跳び箱って走っていって踏切板があって、踏切板を踏んでジャンプして、で跳び箱をこう飛び越えるっていうのがあると思うんですけれども、実はこれが少し似ていて、楽器を吹く時にもこの踏切の部分が結構大切になるんですね。じゃあこの楽器における踏切何かなって言ったら、この最初の音の方のことを踏切だと思ってほしいんです。踏切を踏み切る時にすごく大切なことっていうのは、しっかりと助走をつけていって、そこでバーンと力を使うことが重要なんですね。でトロンボーンで言ったら低い音のところにしっかりと息を流してあげること、そしてその力を使って上の音に上がってあげることっていうのがとても大切になります。もう一度簡単にまとめてお話しすると、跳び箱のように踏み切ることがとても大事で、トロンボーンで跳躍をするときには飛んだ先のですね、高い音じゃなくてこの飛ぶ前の低い音ですね、こちらにしっかりと息を流してあげる、そしてその息を流したもののパワーを使って上に上がってあげるっていうような、イメージを持ってやっていただくと、簡単にですね、跳躍がポーンと吹けるんじゃないかなと思います。どうしてもですね、こういう下から上に上がるっていうような見た目が出てきてしまうと、行った先の音ばっかりにすごくこう視点が集まっちゃって、この行った先の音をしっかりと当てようっていうイメージになっちゃうんですけれども、実はこの先に出てくる低い音の方がポイントだったりするので、そちらをですね、意識してやってみてください。今回も動画の内容が面白かったよとか役に立ったよって方は、ぜひいいねとチャンネル登録の方をお願いします。ではこの動画はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。